消防団、神奈川消防団、東北消防団、緑消防団、
青葉消防団、鈴木消防団、戸塚消防団、高井消防団、泉消防団、瀬谷消防団です。消防隊が放水を開始しました。放水を実施しますのは神奈川消防署三重消防隊、南消防署前田消防隊、小田谷消防署本陣消防隊、戸塚消防署振り岡消防隊です。大型高所放水管と本木和田大型トラック高所放水管の放水を開始しました。高所放水管は石油コンビナートなど大規模危険物災害に対応するため、高所から有効な放水ができる仕様です。消防艇、消防船、消防団、消防隊による指定放水をご覧いただきます。横浜消防リゾネッチ第1部のフィナーレ、新春を飾る迫力ある一斉放水を皆様どうぞご覧ください。上空の第一航空消防隊多摩地区が複雑多様化する災害に対応し、市民の安全安心を空から守るため各地航空活動を行っております。上空の第一航空隊多摩地区から多摩市民が会場の皆様に手を振っています。今年は午後は東京22度の臨時で30度を開催しました。お客さんは高田の国際協力を見ながら楽しみに高田さんは国際協力を見ながら先ほどは高田の国際協力を見ながら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 高田の消防局女性職員採用50周年記念今年一度消防車両前に集合してください。また取材される報道関係者の皆様は広報担当職員の指示に基づいて指定を願います。
啊，可惜的。